11月1日インドネシア2018アジアパラ競技大会に出場しメダルを獲得した江戸川区在住の長嶋修選手、中村佳代選手、辻内彩乃選手が結果報告のため江戸川区役所を訪れました。アジアパラ競技大会は10月6日から13日まで行われ、江戸川区から8名もの選手が出場しました。そして車椅子バドミントンの長嶋選手はシングルス、混合ダブルスで銅メダルを獲得。車椅子陸上の中村選手は100メートルと200メートルで銀メダル、400メートルで銅メダルを獲得。水泳の辻内選手は視覚障害 S13 クラスの50メートル、100メートル、400メートル自由形、200メートル個人メドレーでそれぞれ銅メダルを獲得しました。バドミントンはアジアが非常に強いということで、メダルを取るということをまず目標にやっていましたので、2種目でメダルを取れてよかったと思ってます。2019年から2020に向けたポイントレースというのが始まりますので、まずそこで勝ち抜いて2020の出場権を獲得して、でその大会でメダルを取れるように今から頑張っていきたいと思います。結果的には全てレースでメダルを取れたのですごい満足はしています。はい、上には上が速い選手がいるので、そこに追いつけるように頑張って2020年狙いたいなと思います。結果的に取れたのは全て銅メダルって、ちょっと自分の中では悔しい気持ちが残って、まあ来年世界選手権がマレーシアかシンガポールかどっちか忘れちゃったんですけどあるので、そこで結果がある程度出れば前哨戦という感じにはなると思うので、東京でもいい結果が出るんではないかなというふうに思います。メダルを獲得された皆さん、おめでとうございます。さらなる高みを目指す選手の皆さんを区民みんなで応援しましょう。